こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。三角と四角のコットンフランネルで作るバッグの1回目です。ここもなんかすでに生地が切ってあるんですけど、風合いが伝わらないのがもどかしいと思うんですけど、コットンフランネルです。そもそも、フランネルとはっていう感じなんですけど、イギリスのウェールズ地方の言葉でウールを意味します。フランネルで、コットンとつくと綿ですね。綿を使って作られたものはコットンフランネルということで、これもこれもこれもちょっと起毛したような、ちょっとこうふんわり感があるんですけども、綿ですっていう、ちょっとねこう温かみがある感じの素材なんです。なので本当に秋から冬に向けてお使いいただくのにおすすめで、ウールだとやっぱりちょっと洗ったりするときどうなんだろうとか、汚しちゃったらどうしようっていう心配がありますが、コットンフランネルはその辺コットンなので本当に扱いが楽でということで、手作りにおすすめの素材です。ということで今回このコットンフランネル、新しく入ってきた生地で、バッグを作っていきたいと思います。今日の1番目の作業です。サイドのピースワークをします。サイドというのはバッグのサイドの部分、表から見える部分ですね、そこではなくてこう横の部分をピースワークしていきます。でこれちょっと一部分なんですけども、三角形の、ちょっと小さいのと大きいので、これピースが出来上がっています。でこういったものを縫っていくときには、まず小さな三角形を縫い合わせて、でそのこの辺の長さが大きい三角形と同じになったら、これとこれを縫い合わせる。そうすることでこの一つの四角を、一つのブロックと見立てて縫っていきます。はい、なので大きく見ると四角形の4枚はぎ、4パッチなんだなーっていう感じですね。そう思うとなんとなくこう気持ちが楽になるというか、あ、なんだ4パッチだっていう感じですね。4パッチにするためにまずは小さな三角形を大きな三角形にしていきます。ちょっと起毛してるので、コットンフランネル普通のパッチワークで縫い合わせる生地よりは気持ち厚いんですけども、縫い合わせをする時のこう針通りは非常にいいので、そんなにえいしょえいしょっていう感じはありません。サクサク縫えます。なので本当に秋冬の手作りにはおすすめです。で、これ印の外から端から端までの縫い切りになります。はい、で最初やっぱり返し縫いをして縫っていきます。はい、本当にサクサク縫えるというか、別に針を動かすのによいしょっていう感じはあんまりないので、ただ素材的にちょっとやっぱり起毛してたり厚かったりっていう風合いを生かすのには、ピース自体がこの型紙のこの一つのピース自体が大きい方がいいかなとは思います。ちっちゃくしちゃうとなんかそのざっくり感がなかなかちょっと活かせないかなっていう感じもするので、こう大きく入れその風合いを楽しむっていう感じですね。で印の外まで来ました。返し縫いをして玉留めです。で余計な縫い代をちょっと切っときます。はい、ちょっと切りました。で、今回ちょっと全部こう無地の方が高くなるように倒しているので、どっちでもいいんですけど、
蓋をして辺の長さ一緒になりましたので、これをやっぱり縫い切りで端から端まで縫っていきます。で、一つの四角になったものを頬パッチですから、まずこことここを、印から印まで、こちらを印から印まで、で辺の長さが一緒になったら縫うという形でだんだんに大きくしていきます。で、実際は、ちょっと脇にこういった形で三角と四角をつけて、このような形を2枚作ります。これがバッグのサイドの部分、両脇の部分になります。今日の2番目の作業です。サイドと底をつなぎトップを作ります。こちらがバッグの側面部分、片側とそれからもう片側分ができました。で、この間に底がつきます。片側だけもついてるんですけども、真ん中のこの部分と同じ大きさで底がつきます。結構底が広いのでたっぷり入りそうですね。こちら側ついてるんですけれども、こちら側はまだなのでこれから縫い付けていきます。で、縫い代なんですが、ちょっと四角はぎを意識して、風車になるようにしましたが、片側一方で重ならないように、こちらはこちらで倒してこちらは反対側に倒してという形でも構いません。で、底を縫い付けるときには、印から印で縫っています。で、これでもう片側の側面と縫い付けて、これでトップが出来上がる形になります。ここで今日のポイントです。生地の縦柄どう使う？今回この大きい三角で使ったフランネルは、これが縦地なんですけど、柄の向きがあります。で、三角形が、ちょっと大きい三角形でこう風車みたいに配置してるんですけども、これがこれっていう風になった時に、今おやと思った方いらっしゃると思うんですけど、どの向きに来てもこの縦地がこう縦を通るように今回気をつけて取りました。この向きで同じこれと同じ向きで、生地を取ってしまうと、さっきも言いましたけど、これはいいんですけど、あら横になっちゃった、あら縦だわ、あら横になっちゃったっていう形になりますので、やっぱり三角形、向きがあります。生地取るときにはお気をつけください。で、あえて逆に私はこれ横で使いたいなっていうふうに思われる場合は、横を一方方向にするのか、それともさっきみたいに混ざっちゃってもいいなみたいに考えるのか、ちょっとその辺は、生地を取る時の、ちょっと自分なりのこだわりをお持ちいただきながら取っていただくと、縫う時になってあれっていうことがないので、はい、今回私は全部こうどの向きに三角形を置いても縦地がこう通るようにっていうことで取らせていただいて、こんな感じになっています。ということで、柄の向き、型紙取る時に お気をつけいただければと思います。今後もこのような形でパッチワークキルトに関するあれこれや手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。Have a happy quilting。今回この動画を撮るにあたって気合を入れるためにシンブルを新調しました。チャキーンって感じですね。新しいのにしました。真っ黒になるぐらいこう使ってたんですけど、針とかちょっとこういう小物を新調するとちょっと気合が入りますので、ここぞという時にはぜひ新しいものを下ろしてみてください。